あぶねえ。はい、こんにちは、ゆうたろうです。はい、今回の動画ではですね、今最初に見てもらった動画のようにパルクールって着地が届かなかったりとか、着地が滑ったりこけてしまった時に後ろ側に、しかも後ろ側に貢献して落ちなくちゃいけないっていうことがあるんですね。で、その時に何が一番大事で気をつけなくちゃいけないかっていうと、落ちてもそこで頭を打ってしまったらいけないんですよね。じゃあその頭を打たないために何をすべきなのかっていうのを、自分なりに考え方やテクニックがあるので、それを紹介していきたいと思います。練習してた時に、着地した時に両足とも滑って落ちてしまうということがあったんですね。動画はこちらです。おお。で、これでパッと見すごい勢いで後ろ向きに落ちるように見えるんですけれど、これって実はあることをしているんですね。で、それは何かっていうと、まず一番最初に自分が考えたことっていうのは、両足が滑った時にまず、あ、後ろ側に落ちるなっていうことが分かります。なので自分はすぐ体を横向きにして頭を逃がす動作を取ったんですね。で、これがとても大事で、何が大事かっていうと、後ろ側に落ちるっていうことは頭をぶつかってしまう、頭を打ってしまうということなんですよね。で、人の体でやっぱり守らなくちゃいけない部分っていうのは頭なので、それをいかに避けて回避するかということが大事になってきます。じゃあ実際に頭を逃すっていうことで、具体的にどういうことなのかっていうのを説明していきます。両足に乗った時に滑ってしまったら、このまま後ろに落ちてしまうんですよ。このまま落ちたらぐちゃって潰れて、頭から潰れちゃうんです。刺さっちゃうんですよね、地面に。なので頭を打たないようにするために、体を横にするんですよ。滑ったなって思って体を横にして回避する。今実際に設置したのってこっちの面なんですよ。後ろ向きの面から設置すると体に大きなダメージが来てしまうので、横向きにして回避します。で、今度は平面でそのイメージをやってみます。このまま倒れてしまうと頭が潰れてしまって、首や頭を痛めてしまうので、体を横にするというのはこのようにします。で、大事なことは、体を横にするときに手などをついてしまうと折れてしまうので、しっかり曲げて側面からつくようにします。っていうふうにすると、頭なのにダメージがなく受け身を取ることができます。で、実際に見てみましょう。両足が滑ってから、自分はすぐ体を横にして、まず右手を曲げて、右手から地面に接地して、体の横の部分がついて頭を回避してますね。で、こういうことをすることによって頭を地面に打ちつけることもないですし、最小限のダメージで体を守ることができるんですね。で、これ見た目的にはこう滑った瞬間にすごい速度で地面に叩きつけられてるように見えるんですけど、これは実は自分はこう滑った瞬間に体をひねって、わざとひねっているので、そこで速度が出て、むしろ自分でコントロールして落ちてるっていうことをしてるんですね。で、昨日僕それを落ちたんですけれど、今体的には別にそのどっか骨を折ったとかっていうわけでもないし、もちろん落ちた時によく背中から落ちると息ができなくなるじゃないですか。でもそんなことはなくて、なんでかっていうと肺を打ちつけてないんですよ。体の横向きでしっかり受けてるから、体にそういうダメージもなくやって、で、その次にもチャレンジして、もちろんその、ミッションは自分でこうクリアしてっていうことをしてました。
はい、というような感じで、受け身の大事さっていうのが、自分のこういう経験を元に伝えれたかな、伝えれたらいいのかなと思ってこの動画を作ってみました。で、パルクールのロール受け身っていうのはよく前側だったりとかっていうのは練習するんですけれど、後ろ向きのロールっていうのもすごい大事なので、それもしっかり練習して怪我なくパルクールを楽しんでほしいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。